デン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 。俺は高校生探偵工藤新一、幼馴染で同級生でモーリーなんと遊園地に遊びに行って黒ずくめの男たちの怪しげな取引現場を目撃した。取引を見る夢中になってた俺は背後から近づいてきたもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に毒薬を飲まされ目が覚めたら体が縮んでしまっていた。工藤新一が生きてるとバレたらまた命を狙われ周りの人間にも危害が及ぶ。赤座博士の助言で正体を隠すことにした俺は蘭に名前を聞かれとさに江戸川コナンと名乗り、奴らの情報をつかむために父親が探偵である蘭の家に転がり込んだ。で、おなじみの工藤新一の今日が誕生日でございます。どうも、伝言です。はい、ということで、今日はですね、本当は授業動画を上げる予定だったんですけど、ちょっと、一回、箸休めというか、まあ、そういう動画を出そうかなと思いましたのと、一ヶ月、ちょっと教育系の YouTuber をバチバチにやってみて、まあ、いろいろ感じたこととか、まあ、ここは良くなかったなとか、まあ、ここはもうちょっと変えた方が良かったなっていうところとかに気づきがあって、まあ、それが、今の出し方、火曜、木曜、土曜の動画公開から、ちょろっとだけ、変わります。ちょっとだけ変わるのでそれをちょっと皆さんに報告しようかなと思います。で、基本的にはまず共通テスト8割を目指すためにこのチャンネルはありまして、今の高校1年生とかまあ本当にまだ初学者の人がまあ8割を取るっていうことをまあ目標にまあ動画を作ってたんですけども、このチャンネルを来年高1になる人、再来年高1になる人も見るってなった時に今の出し方どうなんだろうって思ったのが最初のきっかけでしたね。はい、じゃあちょっと今後の授業計画がどうなるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まずビフォー、現在がですねどうなってるかというと、数1の授業が火曜日に上がって、数 A の授業が木曜日に上がって、エンタメ動画が土曜日に上がる、そういう方針なんですけど、まああのこれをまあ、ちょっとだけ変えていこうかなと。なんでかというと、まあ、これ数1の授業をこうやって上げていくじゃないですか。で、45分以内に動画を済ませないとって思って、まあ、あんまり集中力がね、長い動画でも続かないだろうと思ったんですけど、やっぱこの動画の素晴らしいところって、検索かけれることだと思うんですよね。要は、後で例えば何かわからない問題があった時に、検索がかけれるってことが、ま、いいことだと思ってて、今はまだいいんですよ。今僕がやってるような分野って、まだ一章一章が短いというか、展開因数分解だけとか一次不等式だけとか、まあ、短いんでまだいいんですけど、今後確率とかデータとか二次関数みたいに大きい分野と戦うことになります。でその時にこう数1ってやっちゃうとどうしても45分では二次関数を全部説明するのは不可能なんですよね。まあ、二次関数の動画がまあ複数分かれていくんですよ。そうなった時に例えば二次関数のここが分からへんってどの動画やって調べるのって大変じゃないですか。それらが1個の動画になってた方がまあいいんじゃないか。で、例えばタイムスタンプって言って今は時間が飛べるんですよね。この問題はここで解説してますとか飛べるんで、その機能を概要欄に使えば2次関数といえばこの動画っていう1本を作ってその動画に戻ってきた方がいいんじゃないのかってことを思ったりしましたんで、ちょっとプチ修正します。こんな感じに変えようかなと思います。あの数1を火曜、数 A を木曜みたいなのはやめます。別に数1と数 A の全分野網羅はしていくんで、結果的に全部上がります。で、定期テストとか、まあ、そんなのは、自分の定期テストの分野に合わせてやってほしいんですけど、基本的に火曜と木曜は、あ、ちなみに土曜はエンタメ動画で変わりません。土曜日は皆さんを笑かせる動画、面白いと思ってもらえる動画をなるべく投稿していこうかなと思います。で、火曜と木曜の話なんですけど、2種類まず動画を作ります。で、2種類の、では何かというと、1種類目が分野別講義。これ IP 講義って書いてるんですけど、インプットの IP です。IP 講義って僕は勝手に名付けました。分野別講義で二次関数の基礎、総まとめみたいな動画を出します。つまり、この動画だけで二次関数とは何ぞや、二次関数の基本的な解法は何ぞやってところを全部盛り込んだ動画を1個作ります。これだから2時間とかの動画になるかな。が IP の方。で、OP の方はアウトプットの方で、こっちは問題解説の動画。例えば共通テスト8割を目指してるんで、実際の共通テストの過去問だったり、類題を使ったりした問題解説。こっちは、まず黒板に問題が書いてあるんで、皆さんやってみてください。やりました。そして解説があるという、そういう類の動画ですね。で、YouTube 上ではこっちの2番の多分ものがめちゃくちゃ溢れてると思うんですけど、僕はこの IP の方をもうやりたい。なぜなら、二次関数ってそもそも何とか、二次関数のここが全く分からへんとか、みたいな時に、この動画に帰ってこれるようにするのがまあいいんじゃないのかって思ったので、この動画がいいかなと。で、
テスト範囲で二次関数が入っている時も、あ、この問題は出ないとかも、まあ、なるべくタイムスタンプを使って分かりやすくしようかなと思います。タイムスタンプってのは概要欄から何分何秒、例えば二次関数とは何ぞや、何分何秒二次関数の平方完成、何分何秒みたいな感じでその目次を作る行為ですね。でその目次にポッて押したらもうそこに飛べるんで、なんか高3とかになってあれれ定義域が A 入る問題が分からないぞってなったら、電眼の二次関数に戻ってきてタイムスタンプでそこを押したらそこに飛べるみたいな形にするのがいいんじゃないのかなと思いましたんで、これからは火曜と木曜動画は基本的に上げていくんですけど、分野別講義 IP の方と問題解説 OP を分けて出していきます。でまず数 1A が基本なんで、数 1A の確率で二次関数、三角比、データ、整数と図形、まあ、このあたりでしょうかね。だから数 1A だけで IP の動画は6本か7本に多分なります。残りでこんだけが全部できたら高校1年生はその動画で勉強できると思います。だから基本的に高校1年生とか2年生はこの IP の方しか見なくていいっす。初心者は IP しか見なくてもいいかもなと思います。おいちょっと待って、電眼と初学者に例えば二次関数2時間ちょっとしんどいわって思われると思ったんで、2時間って言っても今までと方針は同じものを3つ並べたと思ってください。要するに40分の動画が3つでまあ120分2時間じゃないですか。だから約40分ごとぐらいに区切りを入れまして、そこまで皆さん勉強したらお疲れ様でしたって言って、で次は2日目です。もし連続で見たい人は明日か明後日また連続でお会いしましょうって感じで、要は区切りを作るんで、自分で40分45分で1回区切ってそこまでしか見ないでも全然いいです。で初学者の人は次ここ見るって3あの動画を120分を3分割して40分ごとに見れるような工夫はしときます。もし数学が好きで余裕がある人は全部一気に見れるような、まあそういう感じのどちらでも使えるような形にするのが、まあいろんな人に対応してるかなと思います。で今高3で二次関数の基本は分かっとんねん、でもなんか二次関数で失点すんねんって人はこの OP の方しか見なくていいと思います。じゃあそんな感じで各分野を出していこうかなと思います。だから分野別講義は具体的に受験で使える知識というよりは、基本的な原理原則だったり基本的な解法に特化した講義になります。で問題解説の方はもちろん問題解説もせるんだけど、共通テストならではのテクニックだったり、こうやったらもっと早く解けたよねとか、そういう受験をちょっと意識したものもちょっと今後は出していった方がいいんじゃないか。本当はですね、共通テストだけじゃなくて様々な問題を扱いたいんですけど、一旦数 1A2B の共通テスト向けのこの IPOP の動画を出し切ることを一旦当面の目標にします。で出し切った先に数3をやるとか、数学の面白い問題とか、まあそんな扱うとかで、たまには別にそんなのやってもいいと思うんですけど、基本的には共通テスト8割を目指す子どもたちのための動画を優先して科目で出していけたらなと思っております。1ヶ月やってみて初めて気づいたんで、その自分の動画見てみて、なんか展開と攻撃の順当だけで1本ってなんかあれやなと思ったというか、なんか因数分解とか全部やって分からへんとこだけ見てもらうみたいな方がいいのかなって思ったと。今5月4日だと思うんですけど、4月に学んだ分野っていうのはまあもう本当の数学の基礎中の基礎なんで、できる人からしたら何も面白くない動画やったと思うんですけど、分野別講義とかだったらいろんなパターン、ほぼ全パターン解説するんで、見てみたら意外と自分はできなかったみたいなのが1つとか2つ気づきがあるかもしれないですし、問題解説の方では意外とやってみたらできんかったとか全然あると思います。そういう時に話を聞いて、あ、そうやってやるとテクニックが身につくんだみたいなことが分かると、まあ、非常にいいのではないかなと思い、このやり方を取らせてもらいます。ちなみに土曜日もちゃんと力入れていきますんで、やっぱり科目で勉強して土曜日で貸し休めっていうこの流れはやっぱずっと続けていきたいというか、まあ教育系だからずっと授業動画出し続けるって別にそういう選択肢もあったんですけど、まあ僕の良さってやっぱりエンタメ動画作れることなんで、やっぱエンタメ動画を作りつつ授業動画もやっていく。で、それで分かりにくいってなると思うんで、今ホームページを作ることも考えてます。考えてるというか着手し始めてます。ホームページに行けば、二次関数ってとこ押したら、もう動画と練習問題がバッてもリンクが出てくるみたいな感じにしようと思ってるんで、ちょっとそれは少々お待ちください。まあ、そんな感じでですね、皆さんの進度に合わせてなるべく寄り添っていきたいと思いますので、いずれはさらにパワーアップした電眼チャンネルになると思いますんで、ぜひ、私、電眼を応援していただけると、嬉しいです。で、まあなんか、ここはこうした方がええでとか、知った激励に関しては別にいただければ、それはそれで真摯に受け止めますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、これからの日常電眼にも乞うご期待ということで、本日は日常電眼以上になります。ありがとうございました。